ということでですね、あの応援してくれていた某企業アカウントを見たら別のバーチャル YouTuber さん推しでした、そんな3番目4番目の VTuber イルハートです。はい切れそうはい、というわけでね、あのこの間ですね、ちょっと間入っちゃったんだけど、イルハートね、天神琴音ちゃんの1周年ライブ神降臨ポンコツ神様が1周年イベントを始めてしまったようで噛んでません、出演しました、イエーイ。見に来てくれた人ね、本当に本当に本当にありがとうございました。いや、なんかさ、あの見に来てくれた人はね、わかると思うんだけど、まあの琴音のイベントでゲストがイルハートと時のそらちゃん、響き、あおちゃんだったんだけど、なんかね、あの座る位置がなんか、あおちゃん、そらちゃん、ことね、なんかちょっと謎の空間あって、イルハートみたいになったんですよ。なんかツイッターとかで見たら、イルハートお前座る場所間違えてんだろみたいな書かれてたんですけど、あれは私が間違えたわけではなくって、あのあれだ、あのもともとああいう席だったんです。はいなんかちょっと自分主役面みたいなね、生きてほんとすいませんでしたっていう感じなんですけどいやあれすごい楽しかったです。あんなにさ、大勢の人の前でね、なんかイベントやるのも初めてだったし、あのサイリウムっていうの、あれね、めちゃめちゃ綺麗でした。なんだっけ、海ホタルとか言われてるあれね、めっちゃ綺麗でした。いや本当に本当に楽しかったです。来てくれた人本当にありがとうございました。はい、それでね、イルハートね、あの神降臨当日かなに、なんかあのツイッターでね、なんか プレゼントボックス、プレボー、私のだけなんかすっかすかだったのが、その場でなんか膝から崩れ落ちるんで、なんかお前ら桜して埋めとけみたいなことを言ったんですけど、なんかそしたらさ、本当にさ、みんななんかかさばるどころじゃない、なんかね、あのね、プレゼントをね、いろんな人がたくさんくれてね、本当に受けたじゃない、本当に嬉しかったです。でね、今回はあのもらったプレゼントをね、一部だけ紹介していきたいと思います。んー、大好き。いや、これね、申し訳ないんですけど、実はいろはとね、このプレゼントボックス中身を見てしまいました。いや本当はさ、なんかこのさ、何、王道動画のなんか王道的にさ、こう見ないでさ、わあ何があったんだろう、早速開けてみようと思います、じゃあうわーみたいなのね、やりたかったんですけど、なんか普通に見ちゃったんだよ、なんかあ、プレゼントやったガサとかで見ちゃっていや本当にさ、なんか見て、見てない感じでやりましょうよみたいな感じで、ね、やろうと思ったんですけど、なんかまあイルハートさ、こうまあこういうね、素直で正直な性格なものですからね、まあ嘘とかやらせっていうのがね、嫌いなんですよ。まあ、とにかくそんな感じでね、一つ目早速見ていきましょう。いっぱいある、ありがとうございます。何から見ていこうかな、これ開けていきたいと思います。はい、すごい、なんか袋にさ、イルハート様って書いたね、紙がついてます。ありがとう、待ってめっちゃ助かる、これありがとう、鼻うがいそう、あのね、イルハートね、私あの花粉症がねひどいものでございまして、はい、めっちゃ嬉しいです、ありがとうあとね、あの花粉をさ、ブロックさ、あの香りシューってやるやつ本当にありがとうこれちょっと高いやつじゃない、ありがとう、本当に使わせてもらいます。まだまだね、あのヒノキ花粉飛んでます、これからイネ花粉とか来ますからね、本当に、はい、おかげで生きていけます、ありがとう。あ、お手紙入ってる、ありがとう。イルハートに会えて動画やツイートを見られることが私の癒しです、ですって、ありがとう、本当にありがとう。裏側から読んじゃった、表がこっちだった、ありがとう、本当に、いやー、これからも応援してます、大好き、ありがとう。そしてそしてこちら、名前言っていいのかな、ブラックの大きい袋です、ピー入るかもしれないけど、チョコレート、ありがとうございます。いやー、でもなんかこれだけで感激した、っていうかお手紙ついてるのがめちゃくちゃ嬉しいです、本当にありがとう。よいしょ、次に行きましょう。次はですね、じゃーん、じゃーん、あー、なにこれ、なにこれ、
くるみ入りなんかのお餅、なんだなんだ、あのね読めないんだけど読めないんだけど、あのねお餅、きな粉とかくるみとかで入ってるお餅、なんかねすごい風呂敷みたいなねラッピングがされてます。美味しそう、ありがとう。あ、お手紙入ってる、ありがとう。いや、いろはと、ありがとうございます。ちょっと後でゆっくり読みたいと思います。よいしょ、さてさて次行きましょう。嬉しいねこれ、よいしょ。うん、あ、なんかすごい、なんかねプレゼントにねピロピロのテープがついてるっていい、あの言い方がわかんない、ピロピロっていう、なんかかわいい、あのクラッカーのさパンってやったら出てくる紐みたいなのがついてる、いろはとの髪の毛みたいですね。ね待って待って待って、生ハム味のねスナックお肉の味のスナックですかねこれはね、ありがとうございますいやー、これはあれですね、あの飲み物がはかどる感じのあれですかね、ありがとうございます。美味しそう。うん、はい次肉ミートって書いてさ、肉ミのところにピッピって書いて、上にイルハって書いてあるんだけど、これは手紙はさ間違えたら書き直すものだと思います。はい、ということでね、入浴剤ありがとうございます。いつもいいねとかリプ編大変そうかっこ好みって書いてあるいや、ツイッターはなんかもうさ趣味みたいなものだからね、いつもねみんなリプライくれてありがとうございます。大変そうかっこ好みだから、バスボムで、バスボムでリラックスして、ありがとうございます。ちょっとねあのありがとう。なんかさ、ここの入浴剤すごいさいい匂いしたりさ、なんか綺麗な色にねお湯が変わったりするのすごい好きです、ありがとうございます。ちょっとこのヤバそうなのいきます。うんうん、ねえこれ写真で見せたい、あのねドン、ストロベリーシロップ、ドン、キャラメルシロップ、重いんだがえ、ねえ待って待って、1キロなんだけど、1キロのキャラメルシロップといちごシロップそしてですね、そしてですね、なんと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  480g の練乳、ありがとうございます待って、よく持ってきたね、めちゃくちゃ重たいじゃんこれ、ありがとう。イルハートの飲み物を用意したのでぜひ飲んでください、ありがとう、1日でなくなると思うすごいな、こんなでっかいの初めて見た、かわいい、ありがとう、いただきますよいしょ、うん、さてさて、これね、めっちゃでかいの来てたんですよ、これを見ていきましょうね、ピロッと。いつも元気をくれてありがとう、これからも頑張ってね、こちらこそありがとう、開いていきたいと思いますこちらはですね肉のクッション、え、どこから見つけてきたえ、すごいすごい、イルハートがねよくあの絵に描いてるあの海賊肉みたいなやつのでクッションをもらいましたえ、すごい、ありがとうございます。あとはですね、ちょっとね、いいよいいよいいよまああの今の動きで分かったと思うんですけど、めちゃくちゃでかいです、はい、ですね、よいしょ、え、びっくりするぐらいでかいんだが、これでプレゼントボックス埋まったんじゃないのこれは膝下枕、なんかこう足の下にこう置くやつでございます。めっちゃでかいよく持ってきてくれたね、ありがとう。でもすごい気持ちいい、これ低反発系、ありがとうございます。え、ちょっと使えますね、使えますねとか言って、すごいなんか明太子に見えてきた、ありがとう。じゃあ、はい、ということでね、まだねちょっとね、あのたくさんあるんですけれどもね、あの今回は紹介はこれぐらいにしたいと思います。いや本当にさ、お手紙がねいっぱいあってね、
ね、本当に本当に嬉しいでございます。ありがとうございます。いやー、しかもさ、なんかあのね、何が嬉しいって、ちゃんとみんなツイッターの ID と名前書いてくれてくれてんのもうね、名前見ただけでね、あの人ね、あの人ってわかるから、本当に本当に本当にありがとうございます。いや、なんかね、こうやってさ、いつもはさ、ツイッターとか動画とか生放送とかでさ、こっちはイルハと喋ってるけど、なんかみんなはさ、こうコメントだけ文字だけみたいなところからさ、そのね、あの映画館で会えて直接ね、こうみんなの顔を見られたっていうのね、すごく素敵な経験になったなって思います。本当に本当に、プレゼントもお手紙も、そしてね、見に来てくれた皆さん、本当に本当にありがとうございました。いやー、なんて言うんですかね、本当にね、皆さんありがとうございますいやー、嬉しいな、なんかこういうのいいですね。あのツイッターにプレゼントボックス埋めといてって書いて、よかったはい、ということでね、またね、こういうなんかイベントとかライブとかね、出れた時はまたこういうお手紙とかね、いろいろね、書いてくれたら嬉しいなって思います。ということで、本当に本当にありがとうございます。うわーい、え、なに、イルハートがライブをするなら、場所は何川がいい、待って川、え、河川敷ライブ決定なんですか待って、会場ないんですか、え、待って待って、あのさ、あれですか、テレビを持って荒川とかでやるってことですか、え、どういうことえ、そんなさ、そんな広い話なくない、だってだってさ、本編で映画館でイベントしましたって話です映画館でイベントしましたって話してんのにさ、待って、川はなしですけど、あの待って、あれがいいです。あのね、川は川でもね、天の川、はい、いいこと言った、天の川でライブがしたい、はーいおしまい